予選競争第5レースが始まりました。1号艇福岡の前田翔太、2号艇福岡の新海渉、3号艇滋賀の馬場芳也、4号艇埼玉の畑田太一、5号艇福井の松田裕樹、6号艇岡山の茅原裕樹、以上のメンバーです。定段から離れるのが6号艇の茅原裕樹、大外へと行きます。今日まず1走目は大外戦、他5艇がゆっくりとホームへ。今1号艇の前田翔太、高枠押し切りと行きましょうか。前田のイン戦、2コース昨日逃げて勝利を挙げた2号艇の新海渉、地元の2人がインス行きです。3コース3号艇馬場芳也、2日目ドリーム競り合いさばいて2着入着、1二3と入りました。4コース角4号艇畑田太一、ここまで3着1着と好走中。5コースに5号艇松田裕樹、大外が6号艇茅原裕樹です。体型は3対3。進入内側から1番2番3番4番5番6番の並び、スタートまで2秒。スタートしました。予選競争の第5レース、1番2番ちょっとへこんだ感じ、3番4番出ていきます。1マーク、それでも先前は1号艇の前田翔太、まくった3号艇の馬場芳也、そして5番、2番、4番、6番と相次いで向こう正面、1号艇の前田が前にいます。スタートは前提正常でした。先頭1号艇前田、アウトから追走3号艇の馬場、内側からは2号艇新海で2マーク、トップ1号艇の前田翔太、2号艇新海回って刺した3号艇の馬場芳也、先頭は1号艇の前田翔太がリード、水がいて3号艇馬場芳也2番手、3番手は2号艇の新海渉。レースは2周目と入りました。先頭1号艇前田が向こう正面へ、2番手に3号艇の馬場、3番手2号艇の新海、体型が1番3番2番、その後ろ5号艇松田裕樹、さらに後ろ6号艇茅原裕樹と4号艇畑田太一が並走。2マークからホーム側、トップ1号艇前田、2番手に3号艇馬場、3番手は2号艇新海、先頭から1番3番2番の体型、大時計前を通過。レースは最終周回へと入りました。待望の勝利見えました。1号艇前田翔太、最後のバック、2番手が3号艇馬場芳也、3番手に2号艇新海渉、上位3艇は1番3番2番。この決着3連単のオッズ 9.1 倍、人気サイド。最終コーナー先頭は1号艇の前田翔太、この1回塗り嬉しい勝利です。2番手3号艇馬場芳也、3番手は2号艇新海渉。第5レース間もなくゴール、先頭1番ゴーリン、3番ゴーリン、2番ゴーリン、5番6番4番ゴーリン、以上前提ゴールインしました。第5レース1着となりました1号艇前田翔太選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。明日に向けての大事な1号艇制しました。そうですね、今日1走でしたし、ここ勝ってないと1日具合悪いんで、よかったです、はい、気持ちの入ったレースになったと思います。では振り返ります。進入内から1、2、3、4、5、6、前田選手1コースからの進入です、はい、スタートの雰囲気というのはいかがでしたか。ちょっと遅いなと思って、馬場さんがやめてくれというのを願ってました、はいはい、3号艇先行していたんですが、1マークにかけてというのは、まあ、あの馬場さんも様子見てスタートしたみたいなんで、はい、その分は、はい、追いついた感じでしたね。先に回っていきますが、はい、コタン周りどうですか。初動から押しにかけて、昨日レース後にしっかり叩き返って、はい、まあ、直線もそうなんですけど、まあ、上積みあったかなと思ってます、はい、じゃあいい方に変化があったわけですね、はい、その状態で現状だと船足どのように評価出せそうですか。まあ、昨日の時点でも下がる感じはなかったんで、まあ、中堅は十分かなっていう感じです、はい、モーターの勝率見ると、まあ、勝率はあんまり、アシアボートはあんまり気にしてないんで僕は、はいはい、まあ、じゃあもうそこは考えず、そうですね、はい、その日の船足を大事に、はい、明日に向けてこうさらなる上積みっていうのはもちろん狙って、まあ、まあとりあえずここを維持していきたいなと思ってます。では最後、その明日に向けましてもう一言お願いします。はい、明日必死で頑張って予選突破できる精一杯頑張ります。応援してください。
5レース勝ちました前田選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。第5レース競争成績です。1着1番前田翔太選手、2着3番馬場芳也選手、3着は2番新海